高島克実です。元 JRA 騎手でした。騎手時代に、落馬し、右半身の麻痺の障害を負いました。現在、コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンに、勤務をしながら、パラ馬術の選手として、活動しています。パラ馬術は普通の馬術競技と違い、障害の重い方から、グレード1、そこから軽い方に向かって、グレード5まで、5段階のグレードで競い合います。僕はグレードその4になります。グレード1は波足だけ、グレード2と3は、波足と早足で、グレード4と5は、波足、早足、駆け足の、全ての歩法がある競技になります。いろいろな障害の方がいて、いろいろな道具を工夫して馬に乗っているので、その道具の工夫を見るのも楽しいです。僕は、特殊なバグとしてこの輪ゴムを使って僕の右足と、アブミをつないで、アブミが抜けないようにしています。パラ馬術では人と馬との信頼関係がとても大切になります。やはり僕らは体の使えない部分があったりするので、その部分をまず馬に分かってもらって、それがない状態でも馬に正しい動きをしてもらうよう、 こう理解してもらうことが大切ですね。僕の、相場のケネディに関しては家族同様のパートナーですし、大切な本当に家族の一員だと思っています。とても僕の中では大切な存在です。僕にとって馬とは輝かせたい存在です。